仕方ありませんわ。みんな顔見知りのようなものですから。そうそう、なんとなく覚えてるもんね。そうでしょ。友達がいなくて一人で寂しくお昼を食べるよりは全然いいじゃない。そうそう、感謝しとまえ。それに緊張感がないなんて言ってられませんよ。学園祭の準備があるんですから。半分強制参加みたいなもんじゃない。大丈夫じゃないの。わかんないよ。実は彼女は対立する学園から送り込まれた超スパイでね。現実と妄想をごっちゃにすんな。それよりとっととご飯食べたら。昼休み終わっちゃうよ。先生休みやから実習に。こら泉、何しとんのや、はよせ。どうか助けるね。今後の予定です。何か質問はありますか？しか見てないような気が。資料はお渡ししましたよね。記憶の彼方に消えてるかも。部屋のどこかに。
しょ。このバカを見習っちゃダメよ。特に何もありません。今日はこのまま解散です。体育館が使えないんだよね。はい、他の学年の方にどうしてもと言われて。よし、今日は遊ぶぞ。今日もの間違いでしょ。けど久しぶりに早く帰れるわね。そうしてください。明日からよろしくお願いしますね。あれ、ほなちゃん、入り口にいるの豊かちゃんじゃないの？本当だ。あー、ゆうちゃん、入ってきたいよ。お姉ちゃん、ごめんね。もちろん。で、あれ？同じクラスの子たちも一緒だ。相談したいことがあるのですが。私にできること？っていうか、先輩じゃなきゃ無理っす。ってことは何？コスプレ？それともアニメ？学校だからアレゲー系はなしね。もしかしたら学園祭のこと？ゆたかちゃんとこは何するの？メイドキスなんです。最近流行ってるんですよね。まあ、ごくごく一部でね。そんなことないもん、超メジャーだよ。嘘言いなって。あれはマイナー、マイノリティ。だったら市場調査だ。メイド喫茶って知ってるよね？私もなんです。行きたいんですけど、でもそんな勇気がなくて。それは少し脚色しすぎでは。そうなの？明らかにやりすぎだと思うんだけど。メイドスキーたちにはフィルターがかかってこんな感じに見えるんだよ。まあ、メイドのことなら私に任せて。みんなを立派なメイドに仕立ててあげるよ。それにゆうちゃん、需要があるし、メガネとかニソクスつけたらやばいかも。なんで？ほら、余計なこと教えんな。ゆたかちゃんが汚れる。そんなことないもん、ロリコメイドの爆誕だもん。
むようだって。メイド喫茶のことなの。ちょっといろいろあって、実はパソコンのことなんです。うまくネットにつなげないんですよ。ランは無線、ケーブル、あとプロバイダーは？わけわかんないです。いろいろ調べたし、試したんだけど、やっぱりネットにつなげないの。お姉ちゃん、ダメ？とにかく PC をチェックしたからかな。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないでいいよ、大したことじゃないし。ありがとう。それじゃあ、お願いできる？了解。んじゃあ私、ゆうちゃんとこに行ってくるから。ネットで感電しないから。え、どうして？ああ、帰りながら説明してあげるわ。みんな、行こっか。というわけで、今日から準備を手伝ってもらうわけですが、
演劇をお願いします。加賀美さんのクラスと合同で行うイベントなんですよ。脚本は私の友達、監督はみゆき、私も役者で出てるよ。私も結構楽しいよね。私は道具係なの。小道具担当だよ。私は監督兼進行係です。はい、思う以上にきついです。補佐してくれる方がいるととてもありがたいのですが。私もあと一人欲しいよ。そうしていただけると助かります。お願いします。あとは永森さんとお話しするだけなのですが。でもいないよ。寂しくないのかな。よそのクラスに友達がいるとか。転校したてなのに。そっか、だったら人見知りするとか。もしくはこっそり携帯ゲーム機で遊んでるとかね。自分と一緒にすんな。どのぐらいの分別はつくよ。今日は持ってきてないもん。今日はってことは何？たまに持ってきてんの？いやまあ借りてやめられないじゃん。チャイムだ。また放課後ね。了解。あれ、永森さん戻ってるよ。あの子？不思議な方ですよね。それよりも学園祭のお話をさせていただかないと。私呼んでくるよ。ちょっと待ってて。ごめん、ちょっといい？私
C 組の柊かがみ。妹の司がこのクラスなの。知ってるわ。え？なんか言った？なんでもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。断るわ。私には関係ないもの。そんなことないわ。クラスみんなでやることでしょ。じゃあ私はいないものと考えて。何それ、ちょっと無責任すぎない？責任なんて最初からないわ。話は終わりよ。終わってないわよ。あんた何様のつもり？別に見たままよ。いい加減にして。私をバカにしてるの？お姉ちゃんどうしたの？喧嘩はダメだよ。わかってるわよ。けどこの子が。落ち着いてください。二人のお話は聞いてました。事情はわかってますからね。なあ森さん、面倒なのはわかるよ。けど手伝ってくれないかな。もう一度言うわ。私はいないものと考えて。うん、鏡が怒るのもやむなし。人を見下したような態度で協力しようともしない。ああもう、あんた最悪よ。好きに思って。けど考えは変わらないわ。ああ頭きた。もう我慢できない。けど、なんで？話してみますから。わかったわ。けど私納得してないからね。職員室な。わかりました。お騒がせしてすみません。
面倒ばっかですまんな。大丈夫です、私委員長ですし。ゆきちゃん、私も手伝うよ。お姉ちゃんかわいそうだもん。私もやるよ、けどなかなか手強そうだけど。すみません、よろしくお願いします。それでは今日の練習はシーン15をメインに行いたいと思います。ないわよ。別にその…まあ…ありがとう…じゃなくて、とか小道具は今はなしで OK。 ただ、どこに何を置くかをテープで示してくれる？おお、いい仕事っぷりだね。結構本気なんだから。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないで、傘はちゃんとやってるよ。
所に打ち合わせをしましょう。最初は道具係さん、お願いします。はい、必要な道具は、その衣装とカツラはなんとか、残りはまだいっぱいです。お手伝いお願いします。もっと気楽にすれば、同い年なんだしさ。あんたはだらけすぎよ。セリフは覚えてきたの？ごめんなさい、私ったらつい
れやれ、先が思いやられるよ。私たちも作業しよっか。まだまだいっぱいあるしね。これ黒い先生だ。道具を作ってくれ。